中国の出稼ぎ労働者、農民工のスト多発でも、習政権には単なる頭痛の種程度。その理由は、世界経済の成長鈍化のしわ寄せをもろに食らうのは、地方からの出稼ぎ労働者。しかし今後は、市民の抗議に耳を傾けざるを得ない。今年に入って中国の製造部門でストライキが多発している。背景にあるのは世界的な景気の減速だ。世界経済が新型コロナウイルスのパンデミックから回復し始めた矢先にウクライナ戦争が勃発し、成長に急ブレーキがかかった。エレクトロニクスからアパレルまで世界的な消費者ニーズの落ち込みは中国の製造業を直撃する。中国では今、工場の閉鎖や操業停止が相次ぎ、退職金や失業手当もなしに、大量の労働者が職を失っている。景気低迷のしわ寄せをもろに食らうのは、農民工と呼ばれる農村部からの出稼ぎ労働者だ。こうした労働者が集中する中国沿海部の珠江と長江デルタの工業地域で小規模の労働争議が頻発している。香港の労働 NPO 中国労工通機の調べでは、今年1月から5月までに沿海部をはじめ中国全土で起きたストライキの件数は140件に上り、同時期に313件のストが発生した2016年以来最多を記録したという。中国ではストが起きても国営メディアが伝えることはまずない。そのため中国労工通機は主にソーシャルメディアの投稿をもとに発生件数を記録しており、実際の件数はその10倍か20倍に及ぶとみている。出稼ぎ労働者の多くは非正規か臨時の契約で雇用され、サービス残業や事前通告なしの解雇、賃金カットといった理不尽な目に遭いやすい。非正規労働者も加入できる労働組合があれば出稼ぎ労働者の権利も守られるだろうが、中国では公認の労組はすべて全国組織の中華全国総工会の傘下に置かれ、それ以外の組合活動は禁止されている。出稼ぎ労働者は社会保険や住宅手当も受けられず、何の保障もない場合が多い。葬儀やストが起きると治安部隊がすぐさま鎮圧に乗り出す。その模様を誰かがネットに投稿しても、検閲当局が即座に削除して、すべてなかったことにされる。フォックスコンで葬儀。中国共産党は何であれ、政治・社会運動を潰しにかかるため、ストが増えたからといって、それが産業全体、あるいは都市や省全域に広がることはまずない。出稼ぎ労働者の不満がさらに高まっても、個別の要求を掲げた小規模な散発的ストにとどまり、社会全体を揺さぶる大きなうねりにはならないだろう。とはいえ、中国全土、さらには全世界の注目を引く葬儀も起こり得る。現に昨年11月、河南省鄭州にあるフォックスコン、鴻海科技集団、傘下のアップルの受託生産工場では、賃金未払いや新型コロナの厳格な感染防止策に抗議する大規模なストが発生。 iPhone の製造ラインが停止する騒ぎとなり、 Apple がサプライチェーンを見直すきっかけになったとも言われている。この騒ぎに続いて11月末には中国当局のゼロコロナ政策に抗議して、何も書かれていない紙を掲げてデモを行う白紙運動が各地に広がった。中国では異例のことだが、この運動では市民の抗議が実質的な成果につながった。当局はデモ参加者の大量逮捕に乗り出しつつも、ゼロコロナ緩和に舵を切ったのだ。しかし、鄭州の騒動やそれ以前の自然発生的な抗議活動も、中国政府が労働法や出稼ぎ労働者の労働条件を見直す動きには至らなかった。一方で、
グローバル企業はサプライチェーンを中国から分散させる傾向を強めている。これにより、中国の製造企業に対する世界的な需要はさらに落ち込み、中国の労使関係に強力な間接的影響を及ぼすだろう。米中間の地政学的緊張は、こうした傾向に拍車をかけている。人件費の高騰や中国のゼロコロナ政策がもたらした世界的混乱などの逆風も、中国のビジネス環境に対する外国企業の信頼を低下させている。共産党の正当性が消える。多国籍企業が中国での創業を放棄することはないだろう。少なくとも中国国内での生産は、外国製品を求める中国の巨大な消費者市場に供給するために必要である。ただし、新型コロナ以前から世界の工場としての中国の役割は低下し始めていた。外国企業が進めるサプライチェーンの多様化は、中国の製造部門の生産能力過剰をさらに深刻な事態に追い込み、今年後半には製造業全体でさらなる賃下げや人員削減を招く可能性が高い。中国政府は政治権力の独占を擁護する理由の一つとして、経済を発展させ、市民の生活水準を向上させたと主張している。しかし、中国の製造業の中心地で広がる出稼ぎ労働者の反乱は、特に新卒者や若者の労働市場が低迷していることと相まって、この主張に疑問を投げかける。一連の労働問題が、習近平国家主席の権力維持に深刻な脅威を与えることはなさそうだ。それでも、中国共産党が主導してきた長年にわたる近代化の成果が揺らげば、結果として彼らが主張する正当性が損なわれることを意味する。歴史的に学生の抗議行動や労働者の騒動は、共産主義体制内の政治的危機をたびたび引き起こしてきた。その最大の悲劇が1989年の天安門事件だった。現場レベルで労働争議が続いていることについて、中国政府は国内のソーシャルメディアに掲載されないように対策を強化している。地方当局にも圧力をかけるかもしれないが、自治体政府などが腕ずくでストライキをやめさせようとすれば、さらなる人権侵害につながりかねない。共産党としては、2024年に世界経済が回復して、国内の製造業が賃金の引き下げや労働条件の低下を余儀なくされていた状況に終止符が打たれることを期待しているのかもしれない。ただし、中国の製造業や経済全体の成長は、今年後半も不透明のままだ。IMF の予測によると、中国の成長率は23年の 5.2% から24年には 4.5% に低下し、25年から28年にかけても低迷が続きそうだ。これは中国で賃金をめぐる労働争議が続き、中国人労働者にとって製造部門の魅力がさらに低下するという意味でもある。利益の減少は中国の経済モデルの見直しと労働者の社会的保護の改善を求める圧力を強めるだろう。生活水準の向上に伴って若い世代の期待が高まり、ポストグローバル化の時代は成長が恒久的に鈍化することを考えると、より良い福祉制度を求める民衆の圧力が中国でも高まるかもしれない。中国、ロシア海軍との協力拡大を模索。中国の李尚福国防相は3日、ロシア海軍のニコライ・エフメノフ総司令官と北京で会談し、同軍との協力を拡大したいとの意向を示した。中国国防省の発表によると、李氏はエフメノフ氏に対し、両国のあらゆるレベルでのコミュニケーション強化を望むと述べ、合同演習、合同航行、合同軍事技術競技大会を定期開催し、専門分野での実践的協力を拡大すべきだとの考えを示した。
また、李氏は、両国が地域と世界の平和と安定の維持に積極的に貢献すべきだとも語った。これに対し、エフメノフ氏も、両国海軍の交流をあらゆるレベルで強化すべきだと応じた。今回の会談は、ロシアで民間軍事会社ワグネルの反乱が鎮圧された後に、両国の軍関係者間で行われた最高レベルの協議となった。ワグネルによる反乱後、中国政府は国家の安定を守る上で、ロシア政府への支持を表明したものの、習近平国家主席はウラジーミル・プーチン大統領と依然公式に会談していない。